こんにちは、世界ホームズです。本日は館山市まで激安の売り旅館を見に来ました。780万円で10部屋あるそうです。敷地も792平米あるようなので楽しみだね。敷地へのスロープが危険そうなので、入り口付近に車を止めました。金額が安いのでどんな状態なのか見ていきましょう。スロープを上がると建物が見えてきました。昭和の感じの建物だね。とりあえず建物周辺を見ていきましょう。オーシャンビューって書いてあるから眺めも楽しみだね。草刈りしないと夏は敷地に入れなそうです。遠くに海が見えますね。高台だね。これは給湯器かな？確実に壊れてますね。室内は雨漏りもあるって言ってました。玄関前に大きな石があります。旅館なので玄関は広いです。なかなかの傷み具合で床もふかふかしてます。残っているゴミはこのままでの引き渡しになりそうです。ドアノブが取れちゃってるね。開かないです。宴会とかに使ってた部屋なのかな。襖の文字がちょっと怖いですね。開けると閉まらなくなりそうなので、雨戸は開けません。この部屋はちょっと怖いです。ここは旅館の人が寝室に使ってたのかな？トイレは汲み取り式だそうです。ここはキッチンエリアです。この部屋はドアノブが壊れて開かなかった部屋ですね。ここは少人数の場合の食事の部屋で使ってたのかな。昭和な感じの冷蔵庫ですね。こっちにも冷蔵庫がありました。中は何も入ってないね。次は客室のある2階を探検してみましょう。階段はしっかりした作りです。前に見た人が窓を開けっぱなしにしたようです。
建物が傷むから内覧した後はちゃんと戸締まり確認しましょう。2階は和室が6部屋あるようです。どれも同じ感じの部屋ですね。2階の方が部屋は傷んでないです。懐かしい感じの洗面所だね。昔の学校のトイレみたい。部屋番号のプレートが貼ってあります。暗くて見えませんね。室内は以上です。外観をもう一度チェックして雨漏りの原因を探ってみます。軒先が壊れてますね。ああ、ここもです。このままにしておくとアライグマが住みつきそうです。動物の匂いはしなかったので今のところはいないと思います。これ買う人は早めに修理しないと老朽化が進んでしまいますね。建物の傾きは感じなかったので地盤は悪くないと思いますね。室外機が倒れてきそう。物件の紹介は以上です。建物が大きいので難易度が高そうな物件でしたね。次は車で海の方まで行ってみましょう。館山は観光客用の無料駐車場が多いです。夏には海水浴客がたくさん来そうだね。以上で本日の動画は終了となります。最後までご視聴ありがとうございます。